パトリック・セオドア・ジョゼフ・ミッシュは、アメリカ合衆国、イリノイ州国クク軍、ノースブルック出身のプロ野球選手。左投げ右打ち。現在は、フリーエージェント。グレンブルック・ノース高等学校を経て、西ミシガン大学に入学。2002年の MLB ドラフト5巡目で、ヒューストン・アストロズから指名を受けたが契約を辞退し、翌2003年の MLB ドラフト7巡目で、 サンフランシスコジャイアンツからで指名され、契約した。2006年にメジャーリーグに初昇格した。2009年の途中で、ニューヨークメッツに移籍。メッツでは2011年まで所属し、2012年は、フィラデルフィア・フィリーズ参加のトリプル a 級、リーハイバレー・アイアン・ピックス。2013年は、デトロイト・タイガース参加のトリプル a 級、トレド・マッド・ヘンズ。 無所属だった2014年を経て2015年は、マイアミ・マーリンズ参加の AAA 級ニューオーリンズ、ゼファーズに所属した。同年、独立リーグアトランティックリーグのランカスター、バーンストーマーズを経て、8月2日に台湾プロ野球のラミゴ・モンキーズに席。10月、中心兄弟との台湾シリーズ第7戦において、同シリーズ史上初のノーヒットノーランを達成した。 2016年2月23日、オリックスバファローズが獲得を発表。同日付で支配下選手登録され、翌24日に入団会見が行われた。なお、同年1月にミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結んでおり、メジャーのキャンプに招待されていたが、オリックス入団のため自由契約となった。3月上旬、インフルエンザに感染した。 4月9日に出場選手登録され、同日の対福岡ソフトバンクホークス戦の5回、1四万塁の場面で2番手投手として来日初登板し、最初の打者、中村明への初球がボークと判定されて1点を失い、さらにその中村には2点的自打を打たれた。7月11日の対北海道日本ハームファイターズ戦において、 来日初めて先発投手を務め、2回に3を投げに失点で敗戦投手になった。12月2日、自由契約公示された。2017年3月30日に、独立リーグアトランティックリーグのサザンメリーランド、ブルークラブスと契約した。だが、3試合に先発登板して0勝2敗、防御率13.00と振るわず5月4日に、自由契約となった。 サイドハンド気味のスリークオーターという変速差ワンで、平均球速時速 135km のフォーシーム、平均時速 137km のシンカーの2種類の、速球とカーブ、チェンジアップを投げる。投球の4割近くがシンカーという、いわゆるシンカーボーラーで、ゴロを打たせて取るグラウンドボールピッチャーである。マイナーリーグの通算よし、球率は点二で、メジャー通算では点六。 ありがとうございます。